はい、こんにちは、小屋のケイです。いやー、ウラレッツチャンネル、今日も動画上げていきたいなと思いますけれども、昨日のライブ配信ちょっと途中で消えちゃってすいませんでした。なんかね、ネット環境があれだったんですけど、まあ本当にまた何人かの方に来ていただいて本当にありがたかったです。ありがとうございました。いろんな話ができましたね。試合後のなんか感想動画とはまたちょっとね、違ったことも言えたりとかして面白かったですね。改めて冷静に試合を見直したりすると、細かいとことかもなんか話せたりとかして非常に面白かったので、またね、なんかの試合でやりたいなと思いますので、ぜひぜひその際はご参加ください。というわけで今日は、この前負けましたけども、まあ次にもうね向かっていくんで、日曜日に、行われます名古屋グランパス戦についてちょっと話したいなと思います。名古屋グランパスの試合に関して、この前前半戦名古屋とやった時、まあ大敗しましたけど、あの時に出した動画で、とにかくレッツのミスとシュートを打たないという、攻撃をやりきらないから点を取られてるっていうような、からこそ取られた点だったなと、あの時の動画で確か話していたんですけど、まあ、まさしく、この前の F 東戦でもそのような感じになってたので、そこをね、名古屋戦までに修正できるかどうかが、勝てるかどうかの鍵になってくると思うんですけど、まあ、やっぱ丁寧にやりすぎるところがあるので、やろうとしすぎるところがあるので、シンプルに、シュートコースがあったら打つっていうことをやったりとか、すれば、この前の失点も減ってくるんじゃ、この前6点でしたっけ、失点しましたけど、その失点も減ってくるんじゃないかなと思いますし、全部ね、そのやりきれなかったことによるカウンターからだったので、全部かどうかわかるんですけど、ほとんどがそうだったので、まあそこはね、前回の反省とか、不当戦の反省とか活かして、攻撃的なサッカーもちろん続けてもらってね、横浜 FC 戦の後半、そして不当戦フルでやったような、ちょっと攻撃的なサッカー頑張って続けてもらって、まあ、なんていうんですか、宇賀神、武藤、興梠あたりの、柏木あたりのコンビネーションなんか良かったので、まあ同じ選手が出るかは分かりませんが、まあそういう、この前見せてくれた攻撃なんかを見せてもらった上でね、すごいワクワクした上で、ちゃんと攻撃をやりきるところを前回から修正できれば勝てるんじゃないかなと思います。まあシュートはね、何本でも打っていいと思うし、まあ枠内に、はい。入れるシュートはもちろんのこと、枠内に入れるだけでなくコースを狙ったシュート、っていうのもね、まあ、打ってもらえれば非常に、まあ、ランゲラックいいキーパーですけれども、点もまあ何本か打てば入るでしょうと思うんでとにかくシュートを打つこと、打ち切ること、攻撃をやりきること、クロスも上げきること、なんか変なちょこちょこやらないで、クロスをしっかりと上げきること、ゴール前で必要以上につながない、綺麗に崩そうとしすぎないっていうところを、ちょっとね、そこの、なんて言うんでしょう、凝り固まった考えを取って、やっていってほしいなと思います、名古屋戦。まあ、本当にマテウスとか、前田、シャビエルだったり、金崎もそうですけど、こうで打開できる選手がたくさんいるので、まあ、ディフェンスラインはね、本当に守備に専念してもらって、なんて言うんでしょう、まあ、最近やっててうまくいってますけど、数的有利を作って守備をするっていうところね、を続けてもらってね、例えばサイドでマテウスが持った時は、ボランチの柴戸と、サイドバックで挟みに行くとかね、そういうところ、あとそこでもかわされる可能性があるので、まあ、サイドハーフの選手が行くならサイドバックの選手がカバーするとか、サイドバックの選手が出るならセンターバックの人がカバーするとか、そういう数的優位な状況をね、相手のそういう個で打開できる選手に対して作れば、ボールを奪えてすぐにね、攻撃に移れると思うし、その中で奪って攻撃した時には、やっぱりこうシュートで終わってほしいなというふうに思います。それがあれば、まあ非常にシンプルな試合、かつ、効率的に点が取れるし、勝てるんじゃないかなと思いますので、まあそういうサッカーをしていくのがどっちかっていうと名古屋なのでね、この前は点を取られたわけなんですけども、まあ要は、名古屋も結構あんまり繋ぎすぎずにシンプルにシュートを打ってくるっていう選手がたくさんいて、まあ、あとシンプルに裏に走る選手、シンプルにクロスを上げてきたり、っていう選手がたくさんいるので、まあ取られた点かなと思ったので、まあ本当名古屋戦のその6点取った名古屋を見て、本当にこういう攻撃をすれば、レッツも点が取れそうだなと思ったので、まあ同じことをね、名古屋にやられたことを、レッツも、できると思うし、最近やってるサッカーでは前までボールを運べると思うので、ぜひそれをやってほしいなと思います。攻撃に関して
のみでしたけど、ちょっと FC 東京戦じゃねえや、名古屋グランパス戦の、展望ですけども、話しました。で、スタメンだ、そう、スタメンを話そうと思ったな。スタメンは、まあ、キーパーは、まあ、ちょっと誰でもいいんですけど、まあ、西川がちょっとミス続いてるので、続いてるというか、まあ、前回の試合は、まあ、まあまあまあ、どちらかというと、結構ありがたい活躍をしてくれたので、やっぱりまだ西川、いてほしいなと思いましたけど、まあ、鈴木がもし、なんかキャンプがまたあるとか言ってたんで、呼び出されるかどうかわかんないですけど、がいるならば鈴木残用、いないならば福島あたり、そろそろ試して使ってもいいんじゃないかなと思います。で、左サイドバックは変わらず宇賀神。まあ、この前のメンツが非常にいいと思うんで、基本的にはこの前のメンツで、ゆるきのところをね、関根に変えてもいいかなと思ってますね。関根が復帰してきたので。それかゆるきと関根をね、両サイドで使うっていうのも一個手かなと思うので、一個手かなっていうか、サイドハーフの人が、本職の人をぜひ出してほしいので、ちょっとね、まあ、宇賀神、デン、牧野、宇賀神、牧野、橋岡、デン。やっぱりデンはサイドバックがいいし、橋岡センターバックがいいと思うので、相変わらず俺はそれを言っていきますけども、そして右サイドハーフは、関根かな。で、左がゆるき。まあ、関根ちょっと右サイドやりづらそうにしてたんですけれども、やっぱり本職のサイドハーフっていうこともあるので、そこは、なんていうか、ぜひ、サイドハーフとして活躍してほしいなと。まあ、長さ、で、ボランチが長澤と柏木がいいなと思ってるんですけど、柴田ちょっとお休みでね。長澤がサイドハーフをやってるここ最近やってる関係で、ボランチの感覚がどうだっていう心配もありますが、まあ、長澤は柏木でやってもらいたいなと思ってますね。うん。長澤の本当そのデュエルの部分っていうのは、柴田を超えるものがあるし、あと最近攻撃に関わってるっていうのもあるので、柴田よりかは、攻撃をこう、組み立てられそうなイメージがあるので、長澤は。どっちかっていうとね。あとはこう、ゴール前まで出てく、その、スプリント力っていうのもあるので、まあ、そこに期待して、見たいなと思います。で、2トップは、この前の興梠武藤が良かったんですけど、ちょっと興梠が、なんとなく、まだ、こう、まだというか、ちょっと衰えてきてる感じもあるので、レオナルドと武藤がいいのかなと思ったりもしてます。はい。まあ、レオナルドと武藤、ちょっとね、何試合かそういうスタメンありましたけど、まあまあ、なんか、コンビネーションがまだまだだなと思いつつも、やっぱりこの、降りてきてもらう選手、武藤みたいな、降りてきてもらう選手っていうのは非常に重要なので、出てもらいたいし、レオナルドこの前名古屋戦で2点決めてるしね、まあいいイメージを持って試合に入れるんじゃないかなと思うので、そこら辺も期待したいなと思います。まあその上でね、若手も、ね、ぜひね、武田くん、伊藤くんあたり入ってほしいなと思いますけど、どうでしょうかね、わからないですけど、まあ、そんな感じです。はい、というわけで楽しみにしてましょう。また試合後に動画あげたいと思いますので、楽しみにしててください。We are it's! バイバイ!